大分市育志簡単公園にやってきました。私の後ろに見えるあの白い建物、あちらに人気カフェの新店さんがオープンしました。大分市育志港町4階建てビルの1階にオープンしたのがウィッチコーヒーワーレ、中央町で人気のあるカフェの新店舗です。ウィッチコーヒーワーレの20秒チェックスタート。入ってすぐオープンキッチン、今日はお願いします。はい、エスプレッソマシンもあっていい香りがしています。お持ち帰り用のおしゃれなドリップパックもありまして、皆さんご覧ください、オーシャンビューです。ユニークな組み合わせのテーブル、椅子にマリンテイストなものもありますよ。さらに奥にはおしゃれな空間が広がっています。マーレがイタリア語で海という意味でして、海辺のカフェなのでマーレと付けさせていただきました。この場所にぴったりな名前ですね。はい、おしゃれですね、ビッチコーヒーさん。こちらの店舗の特徴としては、はい、もう一つがスタンド店といって、主にテイクアウト専門でさせていただいておりますので、こちらはもう滞在していただいてゆっくりコーヒーを味わっていただく空間をというコンセプトで作っております。コーヒーにはこだわられてるんですか？そうですね、はい、ハンドドリップはずっと貫いてさせていただいておりますので、ご注文いただいてから豆をひいてハンドドリップさせていただくというスタイルですね。オーシャンビュー。そうですね、もう全席オーシャンビューですね。今回マーレさんでは、はい、お食事も。そうですね、ランチもさせていただいておりますし、スイーツも以前よりもちょっと増やさせていただいておりますね。こちらが海辺の明太子クリームパスタ、サラダとお好きなドリンクの3点のセットで、ランチのセットとなっております。まずサラダ、はい、ボリュームもあって。そうですね、ね、自家製のドレッシングをかけていますので、美味しく召し上がっていただけるかなと思います。うん、ドレッシング美味しかったです。コクがあるんですけど、さっぱりとした。そうですね、ちょっと酸味もあって、うん、これは野菜が進むドレッシングですね。そうなんです、本当いっぱい食べたくなっちゃうんですよね。美味しい。海を眺めながら食べるサラダはちょっとやっぱり一味違いますね。美味しいです。なんか良かったです。美味しいです。結構クリームもたっぷりと絡んでるんですね。すごくクリーミーにできていると思います。とってもクリーミー、おいしい。ありがとうございます、うん、わさびが実はついてまして、うん、わさびと明太子がトッピングされてるんですけども、わさびがピリッと明太のピリに加えてまた違うピリで美味しいんです。追い明太子と味変ができるっていうことなんですね。いや、これは嬉しい、なかなかないですよ ね。 そうですね、わさびが合うって私も知らなくって、うん、すごく美味しいんです。これは合うですよね。こんなに合うとは。そうなんですよね、驚きですよね。わさびの香りがこうふわっとくるんですけど、クリームがあるので、はい、ちょっとこうマイルドになって、ね、はい、明太子とは違ったピリッと感が出て、ね、これ美味しい。ちょっと家でもしてみて。ぜひぜひ試してみてください。でもなんかよくわさびと合うってこう思いつきましたよね。そうですね、私もわさびが合うんだよってスタッフから言われて驚いたような。みんなまぶし出すと思います。あ、本当ですか、はい、よかったらどうぞお近くでも。ランチをしっかりといただいたところで、お待ちかねのデザートです。こちらがみやびのさっぱりチーズケーキといいますものでして、でこちらがアイスのカフェラテですね。みやびみやびとは、みやびとはうちのあのかわいいかわいいスタッフの発案したレシピで作らせていただいているので、みやびっていう名前がついています。お皿も綺麗です。そうですね、まあ、マリンっぽく青に、もうしっとり感が伝わりますね。口に入れたらふわっと。そうですね、ほんとさっぱりなんですよね。スーッとこう口どけ滑らかな。そうですね、ふわっとしてギャップがありますね。あ、そうですかね、本当にいっぱい食べちゃいたい。ソース、はい、がついてるんですけど、はい、うちのロゴのマークをあのソースで書かせてもらっています。 M だ。あ、Google の
ちょっと今はちょっと我慢ならないんで。ありがとうございます。ツッコミありがとうございます。ミッチコーヒーさん、これ、ね、いや、もちろんあのおしゃれな両方ですよね。もちろんあのスタッフの皆さんも。このソースをつけて、はい、キャラメルソースになってます、うん、ソースのトロッと感と、うん、このしっとりとした生地が絡み合って合いますね、うん、幸せ。私なんかもう今日いい時間過ごしてます。合いますね。そうですね、まあ、コーヒー感がちょっとしっかり出るようにあの配分考えてますので、うん、カフェラテなのでちょっとこうクリーミーさも、そうですね、はい、苦手な方でも飲みやすくなってるかな、うん、コーヒーにこだわってるからここまで美味しい。そうですね、まあ、コーヒー好きなスタッフがこうバランス考えながら作らせていただいてるので、ちょっとしっかりコーヒー感があるラテにしたいなと思って作っております。程よく苦味があるのでこういったスイーツとよく合いますね。そうですね、はい。ランチメニューでは洋食古川のカレーも人気。こちらは売り切れることも多いのでお早めにどうぞ。